私とゼルさんは栃木のパワースポットと言われる神社を訪れました。確かにパワースポットというだけあって、なんか不思議な感動をしたような気がしますが、あまり記憶にないんです。実はその帰り、無人の神社を見つけたら寄ってみようという話になり、その会話のすぐに道路から離れた神社を発見。その神社はあまり管理されてなく、少しボロボロだったのを覚えています。ある程度動画を撮った後、お腹も減ったし、車内の様子を撮りながら街中に向かって軽く食べて家に帰りました。帰って動画をチェックすると、無人神社を出て感想を言い合ってる二人の他にもう一人の声が聞こえる。なんだろうと思い、イヤホンをして音をマックスにしたら、ケンイチ。